皆さん、水着は好きですか？はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、白黒チャンネルジョインです。今日もご視聴ありがとうございます。今日ですね、茶番が、茶番というかね、私の水着がね、あったと思うんですけれども、恐縮なんですけどもね、先日ね、水着の撮影をしてきたんですけども、やっぱ女の子の水着はね、女の子から見てもやっぱ魅力的で、素敵だなって思うことが多いんですけれども、今日はそんな水着キャラ等々が追加されておりますバルキリーコネクト、バルコネの実況をやっていきたいと思います。はい、ただいまミラティブでいろいろバルコネさん企画をやっておりまして、本日はそちらの紹介と、あとは、15日、昨日の15時ですかね。はい、こちらから、夏るかちゃんの新イベントが来ておりますので、こちらをちょろっとね、見ていきたいなっていうところと、あと、ガチャですね。新キャラ、来ておりますので、特攻キャラもありますのでね、ちょっとこちらをガチャっと引くためにやっていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではですね、皆さんへのキャンペーンの紹介をしていきたいと思います。ただいまですね、頑張る夏休み。頑張る夏休みということで、はい、5日間連続の、ミラティブ配信を、運営さんでやっております。やっぱね、継続的に配信するというのはなかなか、本当に大変なことだと思うんですけど、ちょっとトラブルもね、いろいろあったりしたみたいですけれども、なんとですね、本日は5日目、8月16日は、バルコネ Q ということで、バルコネからクイズが出題されて、なんと最大2500ダイヤゲットのチャンスということですので、本日のね、20時から21時までとなっておりますので、もしね、まだ見てないっていう方、毎日見てるって方ももちろんいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ、こちらの配信にね、ご覧いただければと思います。私もちょっと時間が合えばね、今日の配信見に行こうかなと思ってまーす。はい、続きまして、15日から来ているイベントの紹介です。南国乙女のパーティーナイトということで、もうナイトですね、15日から9月の1日までとなってるんですけれども、ね、ヘリアさんの、ミックスジュースを飲んだルカちゃんが大きくなっちゃってみんなで倒すというイベントになっております。気持ちよさそうなね、負け姿がまた印象的なんですけれども、この稲妻フロードというものを集めて交換できます。さらに、交換できるアイテムはこちらになってます。非属性攻撃アップいいですね。はい、クイック2ターン。そして、この S1、S2 を倒しますと、こちらの、なんていうかな、髪飾りゲットできます。水属性の耐性が上がったりとか、はい、攻撃力が、魔法攻撃力がアップするといったような、ちょっと貴重なものになってるので、こちらはゲットしていきたいなっていうところでございます。はい、後ほどですね、こちらの、波乗りの盾しるかちゃんの、ちょっと攻略もですね、ざっくり説明していきたいと思いますので、皆さんよろしければ参考にしてみてください。そして、もっといい攻略法とかがあればコメントとかいただければと思います。はい、そして8月15日からは、シングドラフィスキャラ登場ということで、戦乙女グズルが登場しております。さらに、ヘリアちゃんが、情報修正されて、こちら登場なんですけども、この2体ともですね、タテシルカちゃん、ナツルカちゃんのイベントの特攻キャラになってるので、これゲットしたら、すごく楽になるんじゃないかなというところでございます。かわいいね。はーい、ユグドラフェスです。今回はこのユグドラフェスを、がっつり、弾いていきたいと思います。はい、それではですね、早速、こちらの大コーナー、浅瀬の波乗り少女ということで、ルカちゃん挑戦していきたいと思います。はい、一応ね、なんか紹介していきますと、神アジンドワーフを使用しようということなんですけれども、このルカちゃんが、赤狼をしてくるのかな？はい、受賞と赤狼をしてくるんですけれども、これが人間、エルフ、巨人、神獣に有効なので、これ以外のキャラがいいんじゃないかなというところです。はい、あと、火属性と水属性のキャラ装備が有効ってことなんですけども、ルカちゃんね、火属性のスキルを使ってくるんですけれども、属性耐性的に言うと水と闇が弱いということなので、はい、こちらの、水と闇のキャラが、ルカちゃんに攻撃を与えるには有効かなというところですね。で、この近距離の力のクリスタル、はい、になってまして、こちらは、火属性の魔法攻撃ができるのがおすすめかなというところです。木の物理ダメージと、ツタですね、経過ダメージ、木の経過ダメージを与えてきます。はい、そして、中距離は魔のクリスタル、物理の、水属性の遠距離攻撃ができるのがおすすめじゃないかなというところでございます。こいつがですね、バリアを張ってくるので、さっきのここにあった通り、バリアを無視できるキャラと装備が有効となっております。リーフフィールドが基本貼られてるんですけれども、
難易度 S2 ではグラビティフィールドが発生ということで、あとステータス無効をね付与できるキャラが装備が有効ということでございます。はい、ちょっとこちら行ってみたいと思います。はい、それではやってまいりました。ナツルカちゃんですが、パーティーこんな感じになってます。はい、カダイちゃんはね結構一番人気で使われたりとか、あとはフリックさんをね使われてる方もいたんですけれども、ちょっとアポカリプスバーストちょっと打ちたいなということで、ゲーフィオンさん、噂のゲーフィオンさん編成しております。一応遠距離の水と、あと近距離の、ま、グループとか2体とか3体とかに火の攻撃ができるものを、入れてるんですけれども、早めにクリスタルを取っていけるかなというところです。状態異常の方はこちらラジョさんがですね、味方全体にステータスダウンか、ステータスダウン無効、はい、してくれるので、これでだいぶ持つんじゃないかなという気持ちでやっていきましょう。やっぱりブスバーとか、まあ、ちょっと微妙な時に入っちゃいましたけど、一応、ルカちゃんは闇属性もね効くということなので、ゴリゴリ削れるのでいいですね。なかなかさあ、ブメブメです。粛々と削っていきたいと思います。さあ、ラストゲージになりましたが、先ほどですねアポカリプスバースト打ちまして、やっぱねゲフィオンさんの暴走がめちゃ強い感じしますね。さあ、サクサクといけそうでございます。まあ、この集会によって、この S1、S2 は、装備が落ちたりとか、あと、この交換用アイテムもね、落ちるので、ちょっと私は S1 を粛々と集会しようかなと思ってます。は、クリアですね。かわいい。さあ、それではですね、無事倒せたところではあるんですけれども、まあ、これからですね、このユクダのフェスを引いていきたいと思います。はい、今回追加された、こちらのキャラクター。はい、グズルさん。これがですね、今回の特攻キャラで報酬も触れるので、これをちょっとゲットして変身してあげたい。はい。そうですね、めっちゃ強そうですね。すごいね、同意的、1体、2体、3体。わ、なるほどね。はい、バリア無視ということで。まあ、バリア無視はね、今回いいんじゃないかなというところです。はい、選んだのは、持ってないこの南国のヘリアちゃんですね。はい、そして、地味に私、ヨルズも持ってないので、ヨルズ。そして、はい、フーナちゃん、そして、グズルさんですね。はい、この 1,2,3,4,4人でちょっと決定してやっていきたいと思います。ステップ5で選んだキャラ1体確定なので、ちょっとこちらが引ければいいなということでございますが、いかがでしょうか。1回目、マジで出ないからね、マジで出ないからねって言ってマジで、あ、1,2,3,4回チャンスありますね。はい、1,2,3,4,5,6,5,2,2じゃあ久しぶり7,8、あー、これはもうスキップアンケですね。はい、ありがとうございます。 NEXT 2回目、とりあえず50連は回して、もうグズルが出たらちょっとちょっと一旦撤退でもいいかなみたいな。1個ですね、1,2,3,4,5,6,7、あいげきあげと、はい、続きまして30連目、確定まであと3回。うわー、渋々の身の能力者だねこれ。1,2,3,4、はい、恋のことなら任せなさい、任せたい。40連目、ちょっと意味深なローディングが入りましたけど、次確定だからこれはねお願いしたいね。最後だと、おお、やっぱキラキラしてるんで、あ、確定、確定っす、ナイス。はい、うわー、最後ですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、グズさん、これはマジで狙い通りスペシャルホームランなのではないのだろうか。私はちょっとこのもう50連でちょっと今撤退しようっていう気持ちにすごくなってしまったはい、ということで今回はワルキリーコネとワルコニーの15日のアップデートの詳細紹介をさせていただきました。先日ですね、リゼ様と佐々木作さんがね、
コラボしたと思うんですけれども、また、そちらのですね、あの覚醒というコラボが来ておりまして、9月9日に、衣装のお披露目会、先日お約束した衣装のお披露目会があるということなので、よろしければそちらもチェックしてみてください。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。グズル良かったねと思ってくれそうな方はぜひいいね、そして動画の感想お待ちしてます。ではラストじゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん最初にゃん、じゃんけんぽい、グーです。なのでパーの人は明日行くことあるかもよ。では本当に最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。